参道まで、表参道までの、抜け道を研究したいと思います。六本木ヒルズから表参道までは、いくつかの行き方があるんですけれども、少しずつ距離が違い、また渋滞状況によって、到達できる時間も変わってくると思います。スタートは目の前にある、六本木6丁目の交差点を起点にしたいと思います。 Google マップの情報だと、直線距離でだいたい約 1.5 キロですけれども、ルートによっては若干その長さは変わってきます。ではこの交差点からスタートなので、トリップメーターをゼロにしてみます。スタートします。現在の時刻は12時41分。まず最初は、Google マップの推奨ルートから行きます。これは六本木通りを直進します。西麻布の交差点は、立体交差で上を抜けます。交差点の数が減れば減るほど流れはスムーズになるので、この立体交差を使うとさらに時間は短縮できるかと思います。六本木通りと骨董通りの交差点を、高木町と言います。高木町の交差点を右折します。もともとこの高木町は、屋敷町で、川内三男藩の、高木邸と他の武家の、家がですね、合併して成立している、町名ということですけれども、かの有名な、連合艦隊司令官山本五十六が、結婚後に住んでいたことでも有名な町です。また芸術家の岡本太郎もこの高木町に住んでいました。高木町の交差点を右折すると、この先が骨董通りになります。この高木町の交差点の信号は結構長いんですね。この骨董通りなんですけども、その骨董通りの、なぜ骨董通りという名前がついたかという説の中に、何でも鑑定団でも有名な中島、清之助という、骨董屋の、おじさんもいたと思うんですけども、その人が、この周辺で骨董屋をやってたらしくて、以前は昔ここよく骨董屋がたくさん並んでたんですけど、ここが骨董通りです。骨董通りは、ご覧の通りに、片側一車線の道なので、信号が詰まると結構日中でも渋滞する道となります。
今日は結構流れて走っている日だと思います。例えば南青山6丁目の交差点の信号で停止しました。もう少しすると右手に、日華ウイスキーの本社があります。日華ウイスキーといえば、NHK の連続テレビ小説マッサンで有名だった会社ですけども、そこの本社はこの骨董通り沿いにあります。南青山6丁目の今の交差点を左に曲がると、恵比寿の駅まで行ける道になります。このまま直進します。正面で、あともう信号2つ、3つ目ですか、の先にぶつかるのが青山通り、246ですね。あの246を、右折して少ししたところが、表参道の交差点となります。現在、12時47分、先ほどから6分が経過しております。結構こういう大きな交差点は歩行者の横断によって流れが大きく変わるかと思います。次の信号が変わった時点で何台ぐらい受け取れるんでしょうね。ここまで、先ほどから差し引くと約8分かかってますね。Google マップでの計測も、だいたい目的地まで8分という時間が出てましたので、ほぼ正確な時間かと思います。はい、まもなく表参道の交差点に到着します。表参道の交差点到着は、ここまで時計で12時50分ですね。約9分かかりました。
今度はですね、2つ目のルートを、検証したいと思います。同じく六本木六丁目の、交差点から、スタートになります。こちらはこの1ステージでトリップメーターをゼロにしたいと思います。はい、トリップメーターゼロにしました。では出発します。今度のルートは六本木通りを、進みながら西麻布の交差点を右折します。スタート時刻は、13時5分。六本木通りから西麻布の交差点を、右折すると、外苑西通りという通りに出ます。そもそもこの西麻布という交差点は、もともとは、霞町と言われていたあたりですね。西麻布という呼び名は、まあ、最近の呼び名で、昔の人は、この辺を霞町と呼んでいました。まあ、この辺も武家屋敷があった、武家屋敷で有名な場所です。で今回のルートは、外苑西を、そのまま進むのではなく、この辺りの人がよく使う、抜け道を利用して、根津美術館を抜けるルートとなります。先ほどは、高木城の交差点で約2分間信号待ちがあったみたいですけども、今回は、順調に流れるのでしょうか。例えば外苑西通りを、進んでおります。外苑西通りは、このまままっすぐ行きますと右手に青山墓地、の横を通っていく形になるんですけども、まあそうすると結構遠回りになりますので、まあ、大抵は根津美術館のルートを、通るかと思います。この西麻布周辺の裏道も結構狭い道が多くて複雑な形状をしています。なので、まあ、抜け道が知っている人と知らない人とは結構まあその時間に大きな差が生まれます。前のタクシーが入ったところで、ね、ここがポイントです。なかなかちょっと見過ごしてしまいがちな、小さなところなんですけども、多くの人はここを使います。そしてこの辺は一通一通なので、ちょっと複雑な走り方をしなければいけません。この辺は皆さん S 字のようにぐるぐる回って、
収集していた、美術品が展示されている、美術館として有名です。まあ、またこの根津美術館のところがちょうど先ほどの、高木町の交差点で出てきた、高木邸のあった場所と言われております。まあ、六本木原宿周辺ではこの根津美術館のこの交差点を起点として動かれる方が多いかと思います。ここの交差点名も根津美術館前でございます。そのまま直進します。ただいま、13時10分なので、まあ、先ほどから約5分経過ですね。ただここからは、先に進むのが結構このように、タクシー通りで、降りる方の方が前に進むのに時間がかかる可能性が高い場所であります。目の前に、交差点の道の道路標識が出てるんですけども、ちょうどあそこが、表参道になります。先ほどの交差点からここまで約 1.4 キロですね。直線距離 1.5 キロとほぼ、変わらない距離で進めるのがこのルートの特徴です。交差点を目前にして信号にいくつか引っかかるのが弱点でもありますね。ただいま、13時11分、先ほどから6分経過となります。13時12分、差し引き7分ですので、先ほどのルートよりも2分短縮できたルートとなります。実際には信号変わるまで何分かということを計測しておきたいんですけども。距離は、ここまでの距離が、1.6 キロ下がりまして、だいたいその直線距離から、プラス100メートル伸びたルートとなりますので、まあ、実質一番最短ルートとなるルートですね。時間も、一番最短ルートだことになります。まあ、ここで直進するので今13時13分、差し引き、8分ということですか。つまり、信号が、この表参道の交差点を抜けるまでの時間としましては先ほどの9分よりも、まあ、1分短縮ということになります。このように左車線を見てもらうと、あの信号の歩行者を渡ることによって渋滞に巻き込まれる可能性がかなり高いルートでもある。
13時40分スタートです。先ほどは、根津美術館までは順調だったんですけれども、根津美術館から表参道までの、すごい非常に短い距離なんですけれども、信号で詰まってしまって、結果的には、最初の、ルートと1分の差しか出なかったんですけれども、今度は、その根津美術館のところからさらに抜け道を使ってどれぐらい短縮できるかというテストを行いたいと思います。若干ですけども先ほどよりも道は混み合ってきているように感じます。この先すぐのところから、ここは今外苑西通りですけれども、抜け道に入りたいと思います。この抜け道は、まあ、前回のルートでも同じ抜け道ですね。西麻布の定番抜け道となります。3分ですので、3分5分かかりました。ここからが違いますね。先ほどここから先のルートが渋滞していたんですけども、ここを一旦右折します。そしてすぐ左折。これはもう南側でも定番の抜け道となります。ここは一方通行となります。私このまままっすぐね抜けられたらいいんですけれども、実はこのまままっすぐ、抜けることはできません。交通工同士の対面になるですね。ここは、左手右に行けるんですが、ここは一旦右に入ります。
例えばここまで、時計ですと45分ですので、先ほどから5分しか経過していませんね。多分、一番短い時間で来れるルートかと思います。ただし、先ほどの、距離でいうと、1.6キロに対して、ただいまはトリップメーターで 1.9 キロ、300メートル、走行距離が伸びています。まあそうですね。まあまあ、でも2キロはかかっていないということで、ここがポイントかと思います。またこの信号が変わって右折して、実際に表参道を抜けるまでの時間となりますと、ここから、さらにどのくらいかかるのか、時間で測定されます。ただいまの時刻、13時47分、さらにして、7分経過となります。信号が変わるのは結構長いんですよね。信号変わりました、まだただいま時刻、13時47分のままでした。今48分に変わりました。従いまして、ここまで8分かかったことになります。このまま表参道を通る、というふうになります。